な告知っていうかニュースが、私のニュースがたくさんあったと思うんですけど、まだまだここからニュースがあと 2,3 個出るので、みんなぜひ待っててください。アリンさんかな、わかんない。ありがとう、ケンケンもありがとう。そうなんですよ、事務所決まってやっと発表しました。ね、移籍というよりかは、移籍ではないですね。脱力系でありがとう、コウモリ。あの前の事務所では業務提携っていう形でやってたので、はい、所属ではなかったので、今回が NB48 辞めてから初所属になります。ピコちゃん、父をエイジどうもさ、脱力系デージありがとうございます。そう、心ちゃんと同じ事務所です。リエ、日高浩二ありがとう。 MC 初めてなんだけど大丈夫そうかな。とりあえず台本通りやっていきたいと思います。そう、なんかさ、身長さ150って書こうとしたの、書こうとしたんだけど、なんか普通にちっちゃいの武器じゃねと思って、ちっちゃ、大きく書くのやめました。大きく書くの引退しました。スリーサイズね、あれ適当です。適当って言っちゃう嘘なんだけど、なんかメジャーが全然なくて、なんかちゃんと測れるやつで測ってないんです。なんか適当じゃ嘘なんだけど、ウエストは大体だし、バストも大体だし、ヒップも大体だし、ちゃんと測れてないんですよ。適当じゃないよ。自分ちのメジャーで測ったやつなので、もうちょっと持ってもいいのに。そうなの、わかんないんだよね、平均が。蜂に刺されたの、やばい、やばいね。私測り方がよくわからなくて、そう、正式に測ってないので、もしかしたらね、正式に測ったバージョンで変わるかもしれないんですけど。そう、非公開系ね、確かにそれでもありかも。まあでも別に特に支障はないので、そう、本当に適当と言っちゃうちょっと嘘だけど、そう、メジャーの測り方よく分かんなかったから、普通自分で測んないか。フニーハートありがとう。そう、変わったらやっと測ったんだって思っといてください。しげたん推しありがとう。今からお菓子食べていきたいと思います。健康診断とかあるもんなのかな、聞いたことないし、私やったことないですよ今まで。今までは事務所なしではないですね、業務提携としてやってたので、ちょっと形は変わって、しっかり所属してなんかいろんなお仕事とかやっていくっていう感じにはなるんですけど、エイ
LGBT ありがとう。ケンケンもありがとう。うん、健康診断なかったよ。ペコちゃんありがとう。ペンライト予防注射もしたことないよ。うわ、コニタンおめでとう、ありがとう、ありがとうございます。そう、壁の身長測定だけです。うん、年一で健康診断絶対引っかかるわ。なんか私正式にあの身長を測ったことがね、中学校で終わってんだよね。そう、バターまであと7万ポイントなんです。皆さんちょっと協力お願いいたします。あいかちゃんありがとう。ペコちゃん、クマありがとう。クマ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 ありがとうございます。血液型わかんないの。でも知らなくていいかな、どうせ B だし。違ったら違ったで多分 O だと思うけど、 B か O だけど多分 B です。なんかさ、それだけのために注射したくないんだよね。あ、痛い。ジョリー高子でありがとう。カルくんありがとう。採血、あ、怖いこと言わないで、やだ。そう、事務所決まったり、ジェンナの MC が決まったり、ちょっと報告はね、たくさん増えてくると思うんですけど、皆さんちょっと毎日楽しみにワクワク待っててください。スノーマン、可愛いのギフトありがとう。ターちゃんもありがとう。注射苦手ですよ、もちろん。得意な人いないでしょ。なんか注射好きですって人はやばいでしょ。会える機会減るの、え、逆に増えるね。断然断然増えます。そう、今月公開予定のお知らせあと2つぐらいあるので、みんなちょっと楽しみにね。そう、なんかいっぱいありすぎてなんかね、意外とあったんですよ。まあ、バラ、シノンありがとう。シンゴもありがとう。事務所中を決めたきっかけ、きっかけか。きっかけね。まあでも、話していく中で、そう、やりたいことが叶えられそうだったり、活動の幅が広げられそうだったっていうのが、決めてかな。そう、なんかまずさ、やっぱタレント業するになったとしても、モデル業するにしても、その自分自身が有名にならなきゃいけないっていう観点から、そういうのをすごく考えてくれる事務所だったので、そこに決めたのと、まあ、あと心ちゃんも入ってるってことですごい安心感もあったっていうのが決め手ですかね、ざっくり。マー君リーダー、スノーマン、コウモリありがとう。ヒカル君、クマありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、これからのイベントとかは結構しっかりというか、
緩いってよりかは、なんかでもみんながしっかり楽しめるようなイベントにもなってるっぽいので、そう結構ね、私も入る前にいろいろお話ししたので、どんなイベントとかやってるんですかって聞いたら結構すごくいい感じでやられてて、私もやるのが楽しみだなっていう。そうですね、マネージャーさんとかも一応つくので、そうまだ数回しかお会いしてないんですけど、ちょっと今後楽しみだなっていうことがたくさん増えました。恋愛禁止ルール、え、知らない、聞いてないけど聞いてないけど活動頑張るから、そうですね、活動頑張るからっていうのが答えですかね。事務所所属のメンバーともう会いましたか？会ってない、心ちゃんしか会ってない心ちゃんしか会ってないかな。チンギスカン太郎、結婚してありがとうございます。そうだね、歌わないかもしれない。だから聴けた人はめちゃくちゃレアってことですかねどっかで歌えたらいいよね。紅の盗塁もありがとうございます。引っ返してのギフト、かわいいね。そう、突然のね事務所所属発表だったので、びっくりした人も結構いたかもしれないですけど、だから歌えたらいいよね、どっかでね。私も好きだよ、あの歌。なんか今後は自分自身が世の中のバズりに乗っかって、乗っかるじゃない、バズりたいと思います。そうで、そのためにいろんないろんなお仕事、活動の幅を広げるっていう風に書いたんですけど、待ってね、背景しようか。そう、ちょっと頑張って活動を通してね、結果残せるように頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。結構おめでとうって書いてくれた人ありがとうございました。コメント全部見ました。ファンクラブでもね書いてくれたりしてた方がいて、ちらほらありがとうございます。そう、今日中にアバターをね、制作獲得権を獲得したいと思っています。そう、モデルのお仕事もいっぱいしたいし、タレントとかもなんかマルチでいろいろやっていきたいので、そう全部に挑戦していきたいかなと思ってます。好きは面接はないけど、お話とかはやっぱしますね。そう、なんていうの、NNB ってこう入った時から吉本のショータイトルってところに所属になるので、初めてなんですよね、こう自分でなんかこう決めてっていうのが難しいですよね。うさぎちゃんありがとう。 MC は不安かな。不安だね。なんか不安っていうか、まあ先だからまだ考えてないんだけど、12月ですね、12月。あれは会いに来れるイベントでもあるので、
ぜひ。なんかね、撮影の撮影もできたりする。前回私があの出させてもらってる側だったので、 MC 側じゃなくて、なんで今回、前回お世話になった方にまたあの声かけていただいて MC っていう形なんですけど、やらせてもらいます。はあ、今日はマジで早起きしてずっといろいろやった。前回こうやったのかな、え、そうなのかな、嬉しい、めっちゃ喋れるって褒められました。そう、10月のね、撮影イベント写メ会みたいのもあるので、結構ね、今年は充実するんではないかと予想しています。やった、行けたら行く、行けたら行くってね、行かない人が言うやつだからね、ダメだよ、ダメなんだよ。こんばんは皆さん、初訪問の方もぜひゆっくり見てってくださいね。ケイタンバラありがとう。本日オリジナルアバター制作権絶対に取りたいと思います。日程によっては両方あの撮影会も、あの心ちゃんとの撮影会も、ジェンナの方も両方出てるので、日程が撮影会の方は10月17日17だよね17だよね17で、ジェンナの方がなんか2つ日程があったんですけど、あれは私は2つ出るということなのかちょっと確認してみますね。なんかそういう質問が来てたので。タヤピー星ありがとう。今日このね、この黒いの着てるんですよ、つなぎみたいなやつ。これが GU で買ったやつなんだけど、全然見えないよ、びっくりするぐらい見えない全然見えないか。全然見えないよ。そう、買ったやつ着てみました。どうなんだろうね、2個日程があるならむしろどちらかでも会いに来てくれたら嬉しいです。サロペットとはまたちょっと違うんだよね。なんかサロペットまあみたいな感じだよね。お、金券頑張ってありがとうございます。すごい、このパカーンって開くやつだ。レインボースターもありがとう。アバタアバタアバタ、ヘイアバタアバタアバタ。今日ちょっと時間早いからまだ来てない人もいるかもね、お仕事で。かわいい、優勝、結婚して、3つじゃん、3原則。ちょっと考える。ありがとう。そうだね、今日はめっちゃ暑かった、普通に夏かと思った。今日はなんかね、暑くて、あのなんだっけ、私今日、ね、キーホルダーを洗濯したんですよ。キーホルダー汚れてたから、マジで1時間も経たず乾いたから、めっちゃすごい
暑すぎて。でも明日から雨らしいから、東京も、東京はか、大阪とかは分かんないけど、そう、ぬいぐるみのキーホルダーを着て、あの、選択しました。うん、はあ、10分仮眠したらめっちゃ眠いわ。ホニタンレインボースターありがとう。台風来てた、え、そうなの、いつ来てたってことはもう過ぎたのかな。そうなの、そうなの、10分の仮眠は、あの、配信前に朝から起きてて昼間も寝てなかったから、10分だけ寝ちゃおうと思って寝た。ひかるくん、くまちゃんありがとう、くまのギフトありがとうございます、ありがとう。デビルくまですね、デビルくま。ペコちゃん、ペンライトありがとう。虹色ペンライトって前まであったんかな。あ、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 あにキリンのリンって書いて、香港、ありがとうございます。どうしようかな、私前髪さ、こう分けようかさ、パッツンにしようか迷ってんだよね今。この長さだったら両方いけるんだよ、前からあった、マジで私が見落としてただけなんだじゃん。ラバンさん、タコありがとうございます。一番いいのに、ね、めっちゃ初訪問がいます、ありがとうございます。エイジさん、バラありがとう。この配信だとさ、全然さ、この服のさ、あの、これだけ着てるみたい。一応ね、あの、めっちゃほらズボンまでつながってる。初見ですっていう大嘘をついてるんですけど、ダイロ星ありがとう。流すのみたい。あ、流すのか、流すの似合わないんだよね。やってみたさあるけど、大人っぽくしたいから。ストルハートありがとう。そうなの、まず最近のね、自由めっちゃ可愛いの。カジュピン、ハートありがとう。そういえばね、昨日がね、1年前の昨日が卒業して、あ、じゃあ卒業発表した日だったらしい。びっくりびっくり。10月1日、あの、あまり卒業発表した日とかを覚えてもらえてると思ってなかったので、受験じゃないでしょ。10月1日だったの。そう、あれから1年。やばいよね。あれでもちょっといたしね。そう、発表がちょっと早かったんですよ。衝撃の10月1日。めっちゃショックだったって。え、結構来てたよね。私がなんだっけ、200回目の公演とかだったんかな。なんかそういうあれあったよね。300だっけ、200だっけ。話聞いてもらってたな。懐かしいよね、もう1年前って。昼夜の夜公演だったらしい。
やそうだったわ、私昼から緊張してたもん。ジョリー星ありがとう。マジであのコメントミスらないかとかめっちゃ緊張した。ちょっと待ってくださいって言ってからさ、卒業じゃなかったターンってあんのかな。私が靴脱げた時ぐらいじゃん絶対。こちゃんベンナイトありがとう。カズオさん、あとありがとうございます。マジであの靴脱げてマジで申し訳なさすぎた。卒業発表してからだったけどね。そう、なんであんな靴脱げんだろう、わかんないよね。ちょっとケンケン誰もありがとう。アバターまで4万ポイント切りましたね。あと3万8694ポイント。タンベマンボ、元気ありがとうございます。靴に何も詰めてない。形合わないとかやっぱあるよね。ピコちゃん、またありがとう。懐かしい、懐かしいエピソードでした。ケイタンメンライトありがとう。エダッチハートありがとう。こんにちは皆さん、こんにちは。よいしょ。3位との差24万ポイントえぐー。みんなすごー。クチュピンハートありがとう。衣装とかもそうだね。でも大体さアイドルの子ってさ細くてさ、いや細いから身長が大体合えばもうこの人だよねって感じになってる。ぴったりな人はいないかもしんないけど。ちょっと当たりやと、え枕が綺麗すぎる。ガチで、えなんか他のイベントのさこの間終わったやつとか見たんだけど全然こんなんじゃなかった。ミノルさんやばいやばいやばい。ミノルさんが暴走しています。ミノルさん暴走グマがいっぱいいる。ミノルさんやばいやばい暴走してる。ミノルさんやばい暴走中。クマの数やばいよ。だってぬるさんありがとう、ありがとう。駆け込みで来ましたよ。ぬるさんありがとうございます。いっぱいのクマを。クマやばい、連打しちゃったとかじゃなくて普通に。ぬるさんありがとうございます、来てくれました。そうだよ、タワー投げるよりこっちの方がいいらしいですよ。あの 10連昨日教えてもらったの、なんか10連でした方がいいって言ってて、みんなの方が分かってるね。ありがとうございます。もうほぼタワー2本分です。のるさんありがとう。あで達成したよ、みんなみんなみんな達成したよ。みんな見えてる、達成したよ。やばい、みのるさんも達成しました。みのるさんの追い込みとみんなの星パワーといっぱいありがとうございます。ありがとうございます。やったやった、みんな嬉しい。リーダーおめでとうの人ありがとう。アバターゲット、イエーイ。
スノーマンありがとう。達成達成達成、やったね。アバターどうしよっかな、マジで。いや、桃の形なんかね、大体はね、ちょっとね、昨日考えたんだけど、まだ紙に写してないって感じ。エイジさんとペコちゃんありがとう、ギフト。絶対この最後の鳥狙ってたじゃん、みのるさんありがとうございます。やったー。アバターと枕って別イベ、いや一緒なんだけど、なんか全部のイベントみたいな感じ。どこにも入ってる、どこにでも入ってるやつみたいな。そう、やばい。枕はね、枕ガチ勢すぎてちょっと、やばいっす、普通に。よいしょ。そこ、あ、アバター結構苦戦すると思ったんだけど、マジみんながね、やばいぐらいね、頑張ってくれちゃって。枕プレゼントするから、集まるからって。枕プレゼント、みんなプレゼントしようとしてる枕。動物病院行ってたの？お疲れ様です。大変だったでしょう。ありがとう、来てくれて。元気欲しい、ありがとう。カチュピンだるまありがとう。枕はね、遠くに飛んでってしまいました。悲しい。毎日はやばい。私も家族結構頻繁に行ってる、週2とか。テロップ変えよっか。よし、ちょっとテロップね、枕ゲットの旅とか書いとく。枕欲しいジャイアン可愛いのギットありがとう。キンキンもありがとう。あの枕ガチ勢変更タイムまあゆるーく、あのみんなにね、そんなあのこのイベントで無理してほしくないので、できればあのみんなにこの会いに来るイベントに来てほしいので、ちょあんまり気にしないで、普通になんていうの、楽しんで、ギフトとかを普通にあの気にせずって感じなんですけど、ちょっとアバター頑張って考えよう。嬉しい、なんか、え、予想以上に早すぎてやばい。30分で終わっちゃったよ。みんな枕のアバターあり。え、アバターって何個も作れんのかな、これって。あんまちょっとシステム分かってないんだけど、ありがとうございます。本当に配信、え、終わらない、まだ終わんないかな。ちょっとさすがに早すぎてびっくりって感じ。また一つだけなんだ。なんか一個って言われたらさ、デザイン迷うじゃん。そう、あのこれからもね、なんかイベント、あのイベント、こういうなんか、あのもうこれはちょっと緩くなかった、これは緩くなかったけど、ちょっとあの緩いイベントに参加して、あの普通にあのみんながこうやってあの普通に無料のギフトとか、なんか動画見たらゲットできるギフトとかでも加算されるような、ちょっと緩いイベントをこれからね、こうポチってしていくけど、あのこっちほんと緩くなかった、緩いと思ってた、ごめんなさいって感じ。全然余裕で安眠できると思ってたら全然安眠できませんでした。そう、緩いでいっぱいあるって教えてもらって、みんなに
なんかいろいろ見ましたよ。どれが良さそうとか分かる人教えてください、ぜひ。え、そう、めっちゃ緩いイベントあるの、私もめっちゃ見たの。したらなんか何だっけパックとか一人暮らし用のなんとかとかのやつが1位の人で、私の今の点数よりちょっと少ないぐらいのポイント数だったから、あ、そう、安眠できないガチイベでした。はい。あの、まだこれあと何日あるの？このイベント。もう終わる？もしかして。何日あるんだろう？え、わかんない。あ、6日までだよね。ってことは今2日だから、3、4、5、6。あ、やばい。あと4日ぐらいある。安眠できないし、そう、なんかね、花火上がるイベントみたいのも結構いいよって教わったの昨日。なんだかんだで4位。ずっとキープしてんの、固いお城張ってるから。ん？お城？壁固い壁張ってるから。そう、私はショールームの媒体はみんなとお話しするツールで使いたいので、そんなにね。お、なんかのランキング1位になってる、マジでやば、はずいんだけど。いや、みなさんすごいね。え、このお茶おいしい、これお茶なの、実は絶対コーン茶だ。キンキン、私ありがとう。そう、イベント終わらないと参加できないの。でもなんかさ、これキャンセルすることもできるのね、イベント。でもキャンセルはなんか違うじゃん、ちょっとわかる、気持ち的に違くない？でみんな的にもさ、アバターゲットしようと思ってやってたからあれだよね、なんでもいいよって感じかな。いや、マジで枕手に入ればいいなって思ってやってたの。ちょうど枕変えたいしと思ってた。ああ、無理だったよ。アバター向こうにある。あ、やばいでしょ。あ、え、やめよ。みんなやめよ。キャンセルしない。もちろんキャンセルしないよ。だって、もっちゃん、枕欲しいもん。ふじゅんぴん、ポンポンありがとう。みんな困っちゃうね、そんなこと言われたら。そんなこと言われたら困っちゃうから。枕がちで面白すぎるでしょ。そんなに睡眠には困ってないけど。ポンポン、エイチピコちゃんありがとう。え、そう、和牛のイベントも見たよ。え、あれも結構和牛がちでな感じなのかな、みんな。枕イベントって何？なんかね、何でもいいんだけど、イベントに参加したらこのアバターをね、30万ポイントで取れるよみたいなイベントで、でなんか欲しいのないかなって調べた時に枕が一番欲しくて枕にしたの。え、お肉系ガチなんだ。でお肉でどうやってお願いするの？お肉食べたいからみんな頑張ろうって言うの？スタバのチケットも あった、見た。カジピン貼った、ありがとう。何？あ、出た、バズってたやつだ。え、何それ、見せて。え、買ってきたの？じゃん。え、これだけ渡されてもさ、ちょっと待って、加熱しないとだって。ねえ。
これお姉ちゃんが買ってきたらしい、私に。え？ちょっと食べてみようかな。600W だと1分10秒。これ美味しいの？ちょっと待ってね。あ、500W だ。1分20秒。お部屋に電子レンジあるからここでできるわ。マジあのここにあんのよ。そう、うるさ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 え、一回も使ってないわ。え、違うよ、ちょっと待って待って、超なんかお金持ちの家みたいになってるけど、そうじゃなくて、あれね、大阪で暮らしてたやつ、家電あるじゃん、あれが普通に入らないから部屋に置いてるだけ。冷蔵庫とかテレビもあるし、ヒーターとかもある。え、冷蔵庫もあるよ全然いい家とかじゃないんだけど、その一人暮らししてた時の家電が、そう、捨てるわけにいかないから置ける場所に置いて、私の部屋に全部入ってます。だからこの部屋だけで生活できる。だってベッドもソファーもあるでしょ、まあ、テーブルみたいのもあるし、そう、ヨギボーもある。え、洗濯機はね、さすがにね、外にお庭にある。ちょっと待って、フォークとかないよ。ママみんなのが先に言ってるよね、ママってママおやば、ちょっと待ってね。あ、全然あったかくない。え、これ来てんのかな。あ、来た、もうちょっとやってみよう。あ、もうちょっといいかな。ありがとう。もうちょっとかも。素手で食べるのやばいもんね。あいあいハート、ありがとうショールームでチーンって初めて聞いた。わかる、初めましての人はごめんなさい、なんか変なところを見せてしまって。ママシャインマスカット、やめてやめて、素で熱すぎて無理だよ、普通に画面に飛ばしちゃう。ああ熱来ました。ここバズってたんですよ。でも熱そう。もちっと食感のさつまいもボール、熱っ。あ、芋だね、さつまいもって感じ。熱っ。え、美味しいんだけど、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいんだけど、私あんまり芋好きじゃないっていう美味しいよ、美味しいんだけど、あ、でも美味しいわ、普通に美味しい。私がね、あの芋好きじゃないだけなのだからこれ1個食べたらね、あげてくるみんな食べた方がいいよ、これめっちゃ美味しいから。いや、めっちゃ甘いってことはないけど、スイーツとして食べてる感じかな。これはセブンです。
わかんない、絶対私らね、私ら兄弟ね、あ姉妹か、バズってるものめっちゃ共有してね、これ美味しいかなとか聞き合ってるから、多分それで買ってきてくれたんだと思う。うん、でも、うん、これめっちゃ美味しいわ。この中がすごい甘いんですよ。チャレンジからゲットできるハンバーグイベントのクマギフトで今40位。何それ、何それ、なんかもらえるの。これ美味しいわ。中が結構なんかさつまいもの甘いやつみたい。うん、あんじゃない、あんこじゃない、全然なんか大学芋のあの甘さが中に入ってる感じ。周りもちもちの生地と、これ SNS でめっちゃバズってて、見た見たけど、よく食べちゃう。みっちゃんは何歳になったの。今20歳です。うん、めっちゃ美味しい、これめっちゃ美味しいけど、あ、芋好きじゃない人でも食べれる感じ。セブンです。お、ひかるくん、 I love you しないと。 I love you、 I love you、 ありがとうございます。金星マキシさん、ありがとうございます。ハート、あと、ここにコーナーがあるの。ジャイアン星ありがとう。これまで考えよう。一番いいのね、どっち。ちょっとマジで暑すぎ妖怪って感じ。クマは何のイベント、イベントじゃないんだよね。なんでもらったの。なんかショールーム側からいただいたって言われた気がする。あ、やば、あ、いただき。おいしみ。たこ焼きにも見えてくる。たこ焼きだと思ったらダメだよ、これは。うん、うん、達成したらもらえたんか、こういうことか。ウインクしてのうちありがとう。ぜひうまいウィンクは雑誌に載ってるので見てください。もう大丈夫、甘い。ちょっと待ってて、みんな3秒待ってて。ママにあげてきた。みんなママにあげてきたよ。よいしょ。
一時期公園でめっちゃウィンクしてたの思い出した。あれなんでだか知ってる？知ってる人いる？なんでもっちゃんがウィンクにハマってたか気づいた人いますか？これ当てたらマジ天才。こんばんは。よいしょ。もう釣るためじゃない。ちちちち。競ってる。あー惜しいかな。正解はなんかね、あのこれ2個あるんですよ正解が。2個理由があって、まず一つは先生が、あのダンスの先生がなんかウィンクしてる誰々めっちゃ可愛かったみたいなこと言ってて、よし次やろうって思ったのと、それがまず一つ、反省会で言われたことを取り入れたっていうのでまず一つと、なんかファンの方のツイートが回ってきて、ふわちゃんがめっちゃいいウィンクしてくれた、めっちゃ可愛かったみたいなあって、よし私もやったろうってなってウィンクしてました。そうで、そっちに聞い取られて間違えたりしたからね、絶対ダメなのに。ひんひんくまありがとう。そう、あの絶対に私は何でも勝ちたくて、あの頃はちょっと対抗心がありましたね。若手のメンバーが絶対やるうリンク死ぬほどするやつね。なんかファンの人はウィンクよりもなんか目合わせてなんかハートとかした方が嬉しいと思います。嬉しかったのかもしれない。感想がよくそんな感じだったんだよね。なんかハートしてくれてありがとうみたいな、あの時見てくれてよねみたいな、僕にウィンクしてくれましたっていう人よりはそっちの方が多かったね。あの時の1円のここで絶対見てたよねとか、そういう感じ。ひかるくん星ありがとう。あ、そう、指差しとかそっち系、そう、ここで目合うのめっちゃ嬉しいとか、やっぱそういう系が多かったね。でも指差しとかはマジでその人に向けて、自分のファンの子がいたら自分のファンに向けてやってたり、まあ、自分のファンの子いなくても目に入った子をこうやってやったりしてるから、結構やられたって思ったら結構やられてるはずなんだよ。勘違いじゃない可能性の方が高い。意外とね、そう、目あっても分かんないんですよね。何もしてなくないよ、よく言うよ。私のファンの人みんななんかやってるもん。マジ私のファンの人たちめっちゃファンサしてるから、みんなね気づいてないんだよ。人多いじゃん劇場なんて。マジでね全部自分だと思った方がいいよ。メンバーとかも裏で言うんだよ、なんか見てくれなかったって言うけどマジで見てるんだよなみたいな。でもさ、それって伝わんないじゃん。私のさ、この視界が見えてるわけじゃないから、全部見えてるからさ、なるべく100人でも多くみんなにファンサしようと思って絶対目を合わせてるから。私あのね、意地悪な質問に出会ったことがあって、あのお話し会で僕22日に劇場公演入ったんですって言われて、おーおーおーみたいな、ありがとうって言ったの。どこの席座ってたと思うって言われて、私さめっちゃあのお話し会って結構時間限られてるんですね。やばい、やばいやばいやばい、
思い出せ思い出せ思い出せと思って、あそこであの指差しした気がするみたいな感じで下手の3列目って言ったの。そしたら、あ、4列目だけど合ってるって言われて、そう、でも合ってました。結構すごくない？あの列はちょっと1個ミスっちゃったんだけど、じゃなかったっけみたいな言った。意外とだからなんか覚えてるんだよね、私の記憶力なのかも分かんないけど。そんな質問しないないや全然いいんですよ、全然意地悪な質問だけど、分かんなかった私マジ分かんないって言っちゃうから。いでも本当にね、劇場公演来てくれる人とか結構私は聞いて、モバメでメールで聞いたんですよ、あのファンメールみたいな聞いて、明日来てくれる人って言って、明日行くよっていう人リスト作ってたりしたもん。明日この人たちが来るって、研究生の頃結構ね、私ね頑張って名前と顔一致させようと思って、でなんかお見送り会っていうのがあってね、私らが喋れるようになってから、コロナ禍ちょっと良くなってから喋れるようになってから、なんかモバメで言ってた話とかを言ってあげた。昨日ケーキ美味しかったとかしたらなんか喜んでくれるの嬉しかった。そうそうそう、そういうのちょっと楽しいんだよね。しげたゆう、逆転の内藤さん、ありがとうございます。真面目さんやめて、真面目さん、真面目キャラじゃないからさえ、リストね残ってたんだよ。ちょ、リストっていうかお話し会で、え、ちょっとあんの見せたいんだけど、みんなにさ名前バレちゃうじゃん、ファンの人が。どこだっけな、あ、これ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 、この間メモ帳ね探してたのよ。したらさ、私このメモ帳一時期持ってて、これマジで初期なの。え、めっちゃマジでめっちゃ面白いよ。なんて言うか決めてたの。ぼかし入れ、ぼかし入れられないよこれ。ぼかし入れられないぐらいめちゃくちゃ書いてんの。まあでもなんかマジで、え、なんこれ、なんか多分もばめをいっぱい送っていいとかの質問に対して、たくさんもばめ送ってって言うとか、そんなこと書いてある。本当にこれめっちゃ初期、でも質問ありがとうとか、何々ありがとうとか、嬉しかったとか、なんか塩辛のアレンジは絶対これがいいと思うんだけど、今度説明してあげるねって、お話し会で説明するねって言われたことに対して、え、塩辛のアレンジ待ってるみたいなこと書いてある私。え、そう、あのさ、もばめで書いてくれってじゃんって言いたかったのよ。だからそのなんて書いてたかとかをめっちゃ書いてある。MC に役立つやばいでしょ。そう、これそういうことをこの一冊に書いてあるの。そうで、そうするとファンの方が嬉しいって言ってくれるの。でもなんかみんながさ、みんなのメールには返信できなかったから、そう、私はこうやってノートに書いて覚えておいて、みんなと話すときにその話題を振るようにしていました。これは内緒のお話です。そう、このノートさ、使い終わっちゃってたからさ、どうしようかなと思ってて、捨てるか迷ったけど、なんか記憶に残しとこうと思って捨てないでおいた。ノーマン、尊いのギフトありがとう。
言っちゃったから、いや今日見てくれてる人限定ですね。じゃあどっかで話すかもしんないけど、初めて話したかも。そう、いやなんかみんながさお金払ってさ、ファンクラブっていうかなんかファン、まあ知ってる人は知ってるけど、あのメール機能みたいなのがあって、それを取ってくれてたのね。私の名前を指名して、私からみんなにこうメールが送られるんですよ。今日はどんな一日だったよ、今日はいっぱい楽しかった、ありがとうみたいなメールが、まあ毎日ほぼ毎日送られてくるメール機能があって、そこでねみんなは返信できるの、それのメールに対して。で返信が見れるツールもあるんだけど、なかなかそれに返事はすることできないから、お話し会とかでこの間泣くとこどこ行ったのどうだったとか振ってあげてた。でもめっちゃ聞きたいことばっかりだったから、私は忘れちゃうじゃんそんなの2日ぐらいで。なんか岐阜行きましたっていう人がいたら、山梨行きましたっていう人もいるじゃん。だからごちゃごちゃになって間違えないようにはしてたね。ひいひいゆきぽんゆさぽんありがとうございます。プラグかわいい。岐阜からオンラインつらいのすごい遠い。いやそうだから最近755やってないかも、それよくわかんないんだよ。そうだから今度のイベント来る人もぜひ教えてくれたら嬉しいです。お話ができるのでね、なんか近況報告じゃないけど、いろいろみんなのお話が聞けたらなと。結構 DM とかもまあ見てたりもするし、ファンクラブではずっと LINE みたいに返してるんですよね。速攻返してるから。まあでもファンクラブ変わっちゃうので、また新しい事務所に入ったので、新しい事務所でまたファンクラブすると思うので、楽しみだな。ワクワクワク。お話もできる感じですね今のところの私の認識では。もうあさってぐらいに多分その情報は一応出るので、あさってだったか明日だったからちょっと分かんないんだけど、お待ち。ファンレターあったらいいよね。今の機能めっちゃ終わるの悲しいよね。今入ったとしても30日に終了します。そうだからマジでみんなに見られたくない、2人だけのトークしたい方は今めっちゃ入るべきだけど、新しくできるからお任せします。本気出してた。ね、TikTok 見た？右左正面キュンしさせちゃう、可愛いのみんなでギュッとして、時は戦国女の子町も多分本気出してた。撮りました、やっと。載せるの遅くなっちゃった。そしてインスタ更新また忘れてます。いやなんか下書き全部なくなってたんだけど、どういうことマジで。下書きが全部ないんだけど、なんか多分バカになってるインスタバカになってるわ。大バズりしてほしい。いやみんなもしその大バズりするとするじゃん、私との内緒の話を知ってることになるからね。
あともっちゃんがまだこのショールームの個人の始めた第2回始めたフォロワーが700人台でフォローしていましたとか言えるからね。強いよ普通に。ちょっとみんなの誇れるからね。マジで本気出してた。1月ぐらいの上目は残ってたんだね。安眠女子目指してた頃からやばいから、マジ今なら子さんだよ。みんな今年中だったら子さんだね。全然子さんマウントね。高級枕ゲットできなかった時代やめて。普通に全然負けてた時代とかできない前提だし、みんなに話してんのできない前提で話されちゃってるわ。でみんなとアバターをゲットしたこの2日間はとてもね素敵なものですからね。で私ねこのダイソーのねこの干し梅大好きなの。好きな梅ランキング3位、1位はカルディのやつがめっちゃ好き。カルディのやつなんかめっちゃ完売しまくってるやつと粒梅みたいなチューイングガムジャンキャンディみたいなやつ、あのニューデイズとかに行ったらある、絶対。あとこれかな。組系男梅だったらシートが好きだね私は。これはめっちゃ美味しい。なんか普通にマジで最高。普通にマジ最高。本当に語彙力ない、勘弁してほしい。ニューデイズは関東あないのない、もしかしてニューデイズはえないっけ。大阪タンベマンボハートありがとう、スグルハートありがとう。えないってか、ニューデイズないっけ、わかんない。確かにあんま見たことないかも。ええニューデイズないの大阪。嘘、東日本の神、あそうなんだ。でもどこにでもあるよ。梅のなんかパッケージはピンクっぽい感じのコロコロしたやつ、美味しいんだよ、あれ大好き。梅のお菓子大好きなのマジで。ぜひ差し入れは梅のお菓子でお願いします。えそうだよねマジ、あの駅構内とかにいっぱいあるよマジで。新宿とかにもあるし、絶対かわいいよ、ありがとうございます。アイス買っちゃった。うわコウメちゃんも大好きマジで。梅干しも好きだよ私。あの TGC 和歌山の時に梅干しマジ食べ放題したからね。ケータリングで梅干しがなんか結構残ってて、えやばい食べ放題なんだけどって言ったら、詰めちゃってくださいって言われて、いいのいいのいいのって。周りさ結構モデルさんたちいるわけじゃん、うん、恥ずかしい恥ずかしい。エデルウィスス
わかんない。ハートありがとうございます。そう、和歌山のね、梅めっちゃ美味しかったの、マジで。なんか何パーセントみたいな書いてあるの。これは蜂蜜が強いやつ、これは酸っぱいやつみたいな全部紹介してくれて、じゃあ全部甘いのでって言って食べ比べもさせてくれたの。6種類ぐらいから。マジあの日塩分の摂取量多分マジであの普通に数値超えてると思う。カチャピン、まあありがとう。エーデルワイスさん、エーデルワイスうまい、ありがとうございます。梅は絶対食べられない、やばいね。梅食べようよ。梅嫌いな人多いよね。でも次のイベントは枕と梅が大絶対でしょ。飲食物ダメとかでしょ。悔しい悔しい。梅のイベントとかあったらガチ1位いくからね。当たり前だからね。うさきも梅酒派。梅酒、あ、梅酒は好きですね。好き好き好き。ケイタン、誰もありがとう。梅大好き、枕も大好き。枕大好きなんです、私。今枕集めにハマってるの。枕集めにハマってるんです。枕カバーは何がいいんだっけシルクがいいんです。そう、シルクが良くて、今ね枕がなくて、枕が欲しいなと思ってます。あ、すごいすごい、反対ひっくり返っちゃってる。趣味枕集めにすればよかった、ミスった。枕が小さいです。イラクコージ、わしありがとう。おすすめの枕教えて。あ、やばい、わかんない、マジわかんないです。あの多分自分に合う枕を作れる店で作ったら一番いいと思う。そうです。いやマジで枕悔しいな、こんなにきつかったとは。くそね、オーダーしたよね。肩こり、首こり、あとなんだろう、なんかトラブルみたいなないかな。私、あ、寝るときに横向ける枕とか。え、使ってる枕ガチどこのか分かんない。ニトリとかだよ絶対。ニトリとかでもう何年前かに適当に買ってるやつ。この間買ったやつもある。900円ぐらいだった気がする。1000円以下で買った枕。トゥトゥトゥントゥントゥ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 ン。ね、オーダー枕って結構やっぱいいんだろうね。なんか最近さ、肩にさ注射打つとさ、なんか 筋膜みたいなのが剥がれてさ、すごい肩こり楽になったり、いいらしいよ。首が長く見えるとか流行ってますよね。肩ボトックスみたいなやつやったことないんだけど、この肩こりひどい人がやるとすごいスッて肩がなんていうの、楽になるみたいな、そんな医療技術があるらしいんですよ。めっちゃ痛いらしい。でもめっちゃ痛いから私は絶対やらないめっちゃ痛いって言われてるものはさすがにできません。そう、肩こりねやばくて、一回私マジでさいろいろ調べたんだけど、ちょっと嫌だなと思って。痛みには弱いのでね。大村 S さん、もしありがとう。え、ガチやったほうがいいよ。鉄だもん。鉄だからやったほうがいいよ。そうなの、痛いのよなのマジで。私マジでさ物欲というものがあんまりなくて、最近、最近じゃない、最近ってかずっとか、ずっとなくて、
欲しいものないんで。みんなでちょっと今さ、今欲しいもの言い合おう。欲しいもの、欲しいもの、みんな何、何が欲しいの。あ、枕はもちろん欲しいよ、当たり前じゃん。だって枕は枕は当たり前じゃん。それはだって普通になって使いたいし、使いたいし。ファンからないはマジ足りないね、マジ足りないね。みんなだって全然会いに来ようとしてないでしょ。ひかるくん、くまちゃんありがとうございます。ありがとう、ひかるくんありがとう。アプローチ、わかる。愛情、愛はね、来たらね絶対に愛情注ぎます。だって一緒に写真撮れるチャンスでしょ。そんなんもうラブな時間でしかないじゃないですか。ね、みんな違うさ、みんななんか時間とかそういう、あ、マットレスの新しいやつね。結構みんな体系なんか困ってるのかな。結構みんな会える機会割と多いんですよ。だからもう全制覇してください。私は、まあ、枕ですね。枕と枕カバーシルクがいいかなっていう感じかな。うん、なんか必要なもの、枕か。あ、やばいやばいやばい、地震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 、危ない。え、結構真面目にでも枕欲しいけど、欲しい靴、最近靴ショップ行かないからな。靴ショップ行かないんで。一個新しいの買ってたもん最近。そうなんです。机切っちゃったよ。すぐるさん、コウモリありがとう。もっちゃんの欲しいものは、なかった。ちょ、待って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 、はいって言って忘れたわ。はいって言って忘れた。今はなんか思いついたのに忘れちゃったんだけど、うん、うわ、でも枕かな枕かな、枕か。あ、まあでもシンプル、その欲しいとか欲しくないっていうか、新しいので言うと、まあ服とかになるよね。全然面白くない答えだけど、普通に新作の服とか見に行って買いたい。モバジュは今のところねあるけど、カバン欲しい。それや、それです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 。まあまあ答え持ってきて死ぬ。あれだよ、それそれそれ、サマンサタバサの水色のバッグが欲しい。めっちゃ高いから無理、めっちゃ高いから。絶対使うってなった時に、まあちょっと家族に頼もうかなそう、結構ね、あのでかいカバンなのね。なんかこれから移動とか服とか持ってくときに入るような大きいバッグなくて、私いつもこういうなんかほんとちっちゃいバッグばっかり持ってるから、大きいバッグにしようと思って。それはシンプル欲しかったわ、欲しいものリストに入れてた。そう、いやマジでね、あ、そんななんか、うん、10万とかじゃない、マジで。あのくらいでした。 それは結構ガチガチで写真撮ってるレベルだから、まあ、それはマジで欲しいとして、
うん、枕はマジで欲しいね。うん、やっぱ枕イベントだしね、結構マジだね。あと可愛いパジャマとかなんかもなんでもいい。ここら辺にいる人たちの金銭感覚からすると、え、金銭感覚みんな3万どんぐり、みんな怖い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 、金銭感覚怖いよ、みんな怖いね、逃げた方がいいかも。みんなジョッピンハートありがとう。そっか、みんな学生じゃないもんねみんな学生じゃないもんね。もう真っ暗だな、真っ暗イベントだけに。修造さん、あたりがとう。3万3000、え、そうだっけ、いや、調べられてる。ハッカーだ、ハッカー、ハッカーですね、さすが。え、めっちゃ可愛くない？ちなみに、ちなみにどう思う、私が持つってなったら。え、みんなにちょっと相談なんだよね。あのでっかいカバンね、ちょっと今用途としてはそのパソコンとか持ってないから、服とかを入れようとしてんの。服とか飲み物とか、どう思います？ちょ、マジその買うかマジで迷ってんのね。今年中に買うなら買う、買わないなら買わない。 A4 サイズのやつ、なんかね、四角いやつ、四角くてちょっとでかいやつ。え、ま、みんな調べてる、もしかしてあのサーバー落ちるんじゃない、大丈夫？結構大きめ、そうだね、結構大きめ、 A4 ぐらいか。買うべし、やっぱ使うよね、使うよね、さすがに。来年までには買いたいよね。来年までって結構長い、来年が長いんだから。すぐ壊すから。あのサマンサ、さすがにさ、壊したらやばくない？さすがにやばくない？あ、大量にプレゼントすごい。同じ色が来たらどうしようって感じ。せめての違う色って感じで。使うなら買ってもいいよね。そうだよね、私カバンマジでねかかりすぎてんのね。あ、お金がじゃないよ、あのここに引っかかりすぎてて迷ってんの。カジュピン、だるまありがとう。スノーマン、クマちゃんありがとう、ありがとう。ね、プレゼントで10個ぐらい、あ、みんな、ね、お願いお願いお願い、1個で大丈夫、もしくれるとしたら1個で大丈夫。でも私が頑張って自分で買えるように頑張るので、応援してくださいだって私誕生日じゃないもん、誕生日にお願いしようかなと思ってたんだよね。なんか年々私誕生日にさ頼むもの高くなってくるからさ、ママたちに怒られそう。一回私、前回が美顔器みたいなやつなのよ、顔にやるやつ。違うの買って欲しいやつかねありえるガチありえる。そう、私の金銭感覚を聞きます。私の金銭感覚は100円のお菓子買うのも結構躊躇してます。今日は欲しいお菓子が3つあったんだけど、大好きだった。質屋に行ったって何？質屋って何？誕生日で一番高いプレゼント、高いプレゼント、なんだろう。でも私多分その高くても
1万5000円ぐらいが上限な気がする。わかんない、あんまりそんな高いの頼まないんですよ、結構マジで。ハイブランドとかも自分で買ったりもしないし、プレゼントとかでももらってない。なんかママが昔持ってたやつをお姉ちゃんにあげて、お姉ちゃんの私が勝手に使うとかはある。でハイブラは怒られるので使えません、絶対に。まあ汚すなよって言われる。700円縛りまだあるのよ私、結構マジで。そう、全然700円超えたら高いなって思っちゃう。でご飯とかも1500円とか行くと、いや都内だとね、やっぱ1000円全然余裕で超えてくるし、1500円とかに来ると、あーちょっと高くねみたいな文句言いたくない。いらないものを買い取ってくれるんです。あ、そうなんだ、質屋行ったことないかも。え、都内ガチでなんかハンバーグ2000円とかすんじゃん、ビッグ丼だったらいくらだしみたいな思ってます、いつも。その お下がりってか私もらってないな、お姉ちゃんの。あ、でも今はこのマイケルコースのカバンはお姉ちゃんのパクってある。これなったって何がいいかって、ここにあのエアポッツケースがついてるところ、中身の内容量は別にめっちゃ多いわけじゃないんだけど、めっちゃ可愛いからずっと使ってる。自分のところマイケルコースとか、もうなんかよ、なんだっけこのブランド、マーク・ジェイコブズとかは持ってるけど、ゲームも認定したけど、いやゲームとか今やばいよね。なんか 3DS のカセット200円とかで売ってたよ今日、びっくりしちゃった。いやなんかすごいよね、みっちゃんはちょっとみんなとはかけ離れた金銭感覚のなんですよね、低い方の、高い方じゃなくて逆のやばいだよマジで。聞く手のないってありがとうございます、ハート。多分マジで誰よりも庶民的だと思います。うわ落ちてくる。ご飯は1日600円、あ私それ以下だなマジで。だって作ったらガチ食費なんてさ200円ぐらいじゃん、そんなしないかも。てか自分で作った方がガチ美味しいから。お昼ご飯250円以内で、あマジでやるね、やりおりますね。自炊するよ、するする、全然自分で作ったりする。なんか自分が作るご飯美味しいんだよね。白だしって何入れても合うからね。この間卵スープ作ったんだけど美味しすぎて止まらなかったね。今一人暮らししたらマジで結構いいと思うんだけど、ネクストライバーランキング1位です、ありがとうございます。そういえば私あれ作ってたよね、豚汁、豚汁私今も作りたいな、作ろう。たけどーん、くまちゃんありがとうございます、ありがとうございます。かわいい金銭感覚やめて。え、ガチ、あの料理得意なんですよ、趣味得意。
趣味料理って書いた。四八さん、足ありがとう。タクシー使ってる人いた。すごいね。じゃあタクシーもったいないと思っちゃう。でもタクシーの運転手さんが暇そうにしてたら乗ってあげたくなる。最近ポトフ作んない。ロールキャベツね、そう好きなの、大好き。料理得意なの。なんか豚汁とかも結構作った。ちょっと豚汁うどんとかしてたし。あら、もう1時間半やってます。私早くない？そう、7時から始めてでしょ。今8時半でしょ。1時間半だ。みんなと話してたら1時間半になってる。30分で達成してるの。私1時間ダラ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 、なんか変、なんか意味わかんない話したの。やばいやばい。みんななんかマジ大丈夫？こんな話で。本当にマジ私さ、マシンガントークだからさ、本当にさ止まんないんだよ話が。明日ももちろん配信しますよ。明日ね、ちょっとまだ時間が読めないんだけど、髪染めに行ったりするんですよ。一応明日染めるので、みんなに染めた後を見せたいのよ。だからちょっと遅くなるかも。遅くなっても8時はいけると思うんだよね、さすがに。でみんなにまた染めるの。いや、まだ染めてないよこれ。1ヶ月前に染めたの。そうだから、あ、明るくない、暗くする、暗くする、大丈夫だよ。みんなに見せたいから夜ちょっとするかもしれないので、ちょっとそう思っといてください。では本日のランキング読んでいきたいと思います。13位、まあありがとうございます。12位、タンベマーボーありがとうございます。11位、ペコちゃんありがとうございます。10位、ウィングありがとうございます。ウィング。9位、エイジモチフワありがとうございます。8位、タヤピーありがとうございます。すごい、14万ポイント差だって。7位、カネゲンありがとうございます。6位、ケンケンありがとうございます。5位、ジャイアンありがとうございます。4位、スノーマンありがとうございます。3位、コニタンありがとうございます。2位はヒカルくん580ありがとうございます。うん、うまくなったな私。そして1位はビノルさんです。ありがとうございます。ビノルさんありがとうございます。本当にギリギリに来ていただいて、クマが連投されてました。ありがとうございます。クマもありがとうって言ってます。みんなみんなのおかげでアバター達成できたということで、アバターをちょっとマジで頑張りたいと思います。また明日皆さん会いましょうね。ではアバター楽しみにしといて、ちょっと頑張って考えます。今日もありがとうございました皆さん。ではまたね、バイバーイ、おやすみ、バイバイ。